はい、どうも、実行の研ぎ師のりょうたです。今日は両刃包丁の形状と研ぎ方の違いっていうのを紹介していきたいと思います。で、まず両刃包丁って何かっていうと、両刃包丁っていうのはご家庭用で使う包丁だと三徳包丁とかペティナイフに当たります。で、料理人さんが使う包丁だと、まあ、牛刀とか筋引きとか左右対称の、まあ、同じ角度ぐらいで作られた包丁が両刃包丁っていうものになります。で、両刃包丁の形状は何パターンかあるんですけど、今回はその両刃包丁で多い2パターンを紹介していきたいと思います。で、まず1つ目は両刃包丁のハマグリ刃の形状の両刃包丁ですね。まあ、それがどういうのかっていうと、まあ、これキングって商品なんですけど、これの包丁がそのハマグリ刃の包丁なんですけど、まあ、どういう構造かっていうと、まあ、ここが、まあ、段差なく滑らかにこう緩やかなカーブを描いている包丁になります。で、これが左右対称っていう感じですね。で、このハマグリ刃っていうのが1つ目で、2つ目がこっちのこんな感じの包丁、これはしのぎがあるタイプになります。で、しのぎっていうのは、まあ、ここのしのぎ筋のことを言うんですけど、まあ、ここから段差があってこの切り刃が作られてるっていう感じですね。それで今回はこのハマグリ刃の両刃包丁とこっちの切り刃としのぎのある両刃包丁の違いについてちょっと紹介していきたいと思います。はい、それでこの2つの包丁の性能的な違いが何かっていうと、こっちの全体的にハマグリ刃の方が刃先に行くにつれて少し丸みを帯びていくので、刃先が少し角度がついて耐久度が高い包丁になってます。なので、まあ、大きな食材とか少し固めの食材とかでも切りやすいタイプになります。それでそれに対してこっちの切り刃としのぎがある包丁っていうのは、このしのぎのラインから角度を鋭くつけることができるので、まあ、より切れ味を高めた両刃包丁になります。はい、それでこの切り刃としのぎっていうのは和包丁の刺身包丁とか出刃包丁にもある構造で、この切り刃としのぎがあることによって食材の身離れとかが良くなります。はい、で、これが両刃包丁のハマグリ刃としのぎと切り刃のある包丁の性能の違いっていう感じです。はい、で、次に研ぎなんですけど、研ぎはこの包丁の形状が少し違うので研ぎ方も少し変わってきます。はい、それで研ぎがどっちが難しいかっていうと、まあ、僕的にはこっちのハマグリ刃の方が少し難しいんじゃないかなと思ってます。っていうのも、こっちのハマグリ刃は、まあ、ここ曲面になってるので、まあ、自分で角度をつけてあげないとダメっていうとこが大きいので、まあ、それが少し難しいかなっていう感じですね。で、それに対してこっちのしのぎと切り刃のある包丁は、まあ、和包丁と一緒でこの切り刃の面を砥石にベタッと当てて研ぐことができるので、この切り刃がガイドになっているので、まあ、少し当てやすくなっています。まあ、なのでこのハマグリ刃の包丁とこっちのしのぎと切り刃のある包丁でいうと、まあ、研ぎやすさ的にはこっちのしのぎと切り刃のある包丁の方が少し研ぎやすいかなという感じです。で、こっちのハマグリ刃の包丁の研ぎは何パターンか研ぎ方があるんですけど、まあ、この刃先を研ぐ、まあ、小刃付けとか糸刃とか呼ばれる、まあ、この刃先だけを研ぐ研ぎ方や、まあ、こっちの、まあ、しのぎと切り刃のある包丁みたいに、まあ、切り刃をつけるような研ぎ方、それにまあ、このハマグリ刃のとこを、まあ、同じような形でベタ研ぎで研いでいく研ぎ方っていう感じで、まあ、研ぎ方が結構多岐にわたってくるので、まあ、そこもちょっと難しい原因にはなってるかなと思います。ただこっちのハマグリ刃の包丁も、まあ、研ぎ方とかをマスターすればかなり使いやすい包丁ですので、ぜひいろいろな研ぎ方をして自分に合った研ぎ方を身につけてもらえばいいかなと思います。で、今後両刃包丁の中級編以上の動画も作っていきたいと思ってるんですけど、まあ、その動画はこのハマグリ刃の包丁とこっちのしのぎと切り刃のある包丁のこの2パターンで分けて動画を作っていきたいと思いますので、興味のある方はぜひ参考にしてください。はい、それで最後に研いだ時の見た目なんですけど、研いだ時の見た目はこのしのぎと切り刃のある包丁の方がやや綺麗になるんじゃないかなという感じです。っていうのもやっぱりこの切り刃があることによって、まあ、研いだ時もこのしのぎ筋っていうのが立った状態でもうこの切り刃だけが当たるんで、研いだ時も結構このまんま綺麗に研げることが多いんですね、この包丁は。で、それに対してこっちのハマグリ刃の包丁は、まあ、自分で擬似的に切り刃を作る分には結構綺麗に研げるんですけど、ベタ研ぎで研ぐ場合は
この、まあ、しのぎがないので結構研ぎ跡この研ぎ跡がこううねうねすることがあるんですね。まあそれはそれでかっこいいんですけど、やっぱこのしのぎのある包丁よりはちょっと見た目ではやっぱ勝てないかなという感じなので、まあそこら辺も難しいところではありますね。なのでこっちのハマグリ刃の包丁を見た目きれいに研ぎたい時とかは切り刃を作る研ぎ方で研ぐのが一番いいかなと思います。最後にまとめなんですけど、こっちのハマグリ刃の包丁もこっちのしのぎと切り刃のある包丁も、まあ、どちらも切れ味よく両刃として使いやすい包丁ですので、正直自分の好みに合う方の包丁でいいと思います。ただ包丁を選ぶ参考材料としては、まあ、こっちのしのぎと切り刃のある方が研ぎやすく、まあ、切れ味がより鋭くしやすいっていうのと、こっちのハマグリ刃の包丁は耐久度が高くて、まあ、切るときにより扱いやすいっていうのがいいとこかなと思います。なのでこの両刃包丁を買うときはしのぎありかしのぎなしかっていうのを見ていただいて、どちらが自分に合うかっていうのを見つけてもらって購入していただけたらいいかなと思います。はい、それではこんな感じで両刃包丁の研ぎ方と形状の違いを説明しました。で今回の動画を見て質問とかがあればコメント欄の方によろしくお願いします。では今回の動画を見ていいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。